会巡業ふれあい機構。さて、本日はどんなお話が出てきますことやら、どうぞご期待くださいませ。珍道ショーが始まる前に、一つ私でちょっとお話をさせていただこうかなと思うんですけれども、本日はそうですね、ちょっと大根のお話させていただこうかなと思います。ああ、痛い痛い。わしはもう長々の眼病で、医者という医者には、ドクトルでも、ドクトランでも、ヤグでも、タケノコでも行ってみたが、トントンは足湯治らん。それでかなわぬ時の神頼み、野瀬の妙見さんをはじめ、柳屋の観音さんから新規の毘沙門さんまで、金国金財の神様、仏様をちょっと頼ってみたんだけれども、これもとんとらちがあかん。これでもどうしたらよかろうか知らんと、隣の隠居さんに聞いてみたら、は、目が痛い時には、もうそういう時には大根を食べるのが一の薬だと教えてくらっしゃって、それからもう毎日毎日、大根を食べている生活じゃ。そしたらもうみるみるとおかげさまでようなって、こらこら楽になったということじゃ。これが昔から言う、あめでたいな大黒。いや、目痛いには大黒じゃわいなと。ありがとうございます。グッジョブ。なかなかね、ちょっと説明させていただきますと、めでたいな大黒の大黒様と、あと、目痛いには大根、大黒というね。説明したところで何ともしょうもないお話ではございましたが、長工場は時間の妨げ、まずは序幕のご挨拶を申し上げる次第、そのため工場東西よー、いいねー。